はい、どうも、こしまにベースのマッサンです。ドアップ。こんなもんか。ごめんなさいね。いい人で。違うか。ですね、今回のテーマはですね、廃棄物シリーズね、おなじみのね、爬虫類のケージとかね、車のエアロパーツとかね、あと、家の外壁ね、とにかく金をかけないでね、廃棄物でね、加工して作るっていうシリーズね、もう、2年前からやってるんですけど、爬虫類ケージはね、非常にうまくできましたね。車の方はね、なんかとっつけたり外したりね、繰り返してね、あんまり使いませんでしたね。でね、今回はですね、もう冬になっちゃうんでね、家の穴開いてるところをね、途中でね、体調悪くなっちゃってね、やりかけなっちゃってて、穴開きっぱなしになっててね、イタチとかハクビシンとかね、余裕で入れるくらいの壁、穴開けっぱなしでね、半年くらい放置してあるんでね、そこをとにかく早くやってくれってことで、ちょっと体調ね、整えてね、動ける時間、1時間か2時間ぐらいしかないんだけどね、とりあえず、ちょっとずつやってきます。それでちょっとね、強い助っ人が現れまして、材料集めでね、ちょっと困ってたんだけどね、サイディングね、溶業系の、セメント系のサイディング、腐っちゃって、で、それがですね、廃棄物でなくてね、木材でね、防水加工してやっちゃおうと思ったんだけどね、朝ね、ウォーキングしてたらね、もうね、20年ぐらい前からね、廃墟になってるね、ゴミ屋敷みたいなうちね、あるんだけどね、そこのね、庭っていうかね、壁際のとこにね、サイディングがね、かなりまだ使えるやつね、転がっててね、何に使おうと思って置いてあったのか分かんないんだけどね。それでね、それをね、もう何十年も人が住んでないんで、まあ、もらってもいいでしょうっていうね、考えが、まあ、浮かんできたんだけど、それでもね、今のご時世ね、ゴミ片付けて地域に貢献してるつもりでやっててもね、一歩間違えると泥棒になっちゃうんで、うちのおふくろにその話したらね、そのね、亡くなっちゃった旦那さんの奥さんがね、うちのおふくろのね、友達なんですよね、話したらね。猫のボランティアやっててね、捨て猫をみんなで助け合ってるボランティアね。あれやってる人らしくって、んでね、旦那さんが、ね、山ん中で、消息を絶っちゃって、ゴミ屋敷みたいになったまま放置されててね、奥さんが一人でね、ゴミみんなまとめてね、片付けてるらしいんですよ、今。でね、うちの壁ね、直すためにね、そのサイディングね、もちろん柄は違うんだけどね、もう人目つかないとこなんでね、セメント系のサイディングだったら、もらえれば助かるんでね、まあ加工はかなり必要だけどね、全部持ってっていいよって言うんで、全部いただきました。それでね、今日はカット作業だけね、します。いつも鉄切ってるグラインダーでね、切れるかどうかね、さっき確かめたらね、サイディングはサイディング専用の刃がね、売ってるんだけどね、そんなのちょっと買ってる金もないんで、鉄いつも切ってる1枚200円ぐらいの丸い刃ありますよね。あれでね、やってみたらね、結構簡単に切れたんで、それでね、今日、ちょっと必要な分だけね、切っちゃいます。粉かなり出るんでね、あんまり大量にやると近所迷惑なんでね、その作業だけ今日やってね、で、次回ね、また腐ってる部分の撤去とかしないとね、そこにはめ込めないんで、そういう作業をやったりね、
まあシリーズ化してね、かなり長期になると思うんだけどね、家だからね。ちょっとトカゲのケージとか車みたいなわけにはいかないですよ、やっぱり。うちの場合はね、規模がでかいんでね。一人でやってるんでね。だから今日はとりあえず切る動画だけ上げたいと思います。それではね、シリーズ化してやってきますんでね、金かけないでね、うちとか直したい人はね、どうか参考になるか分かりませんけど、見てください。それではやっていきます。ちなみにね、このトカゲとかヤモリのケージね、全部廃棄物でね、作りました。あともう一個ね、でっかいケージ作る予定あるんでね、それもね、お楽しみに。それも廃墟にね、ガラスとかね、ボックスみたいのとかね、引き戸レールとか、みんなゴミであるんでね、みんな合体させて作っちゃいますんでね、それもお楽しみに。はい、こんな感じでね、6枚のね、1枚の板にね、なりました。まだ細かい加工ね、かなりしないと使えないんだけどね、こういう出っ張りとか、こういうとこみんなね、斜めに切れちゃうんでね、こっからまっすぐ切ってるからね、どうしても斜めになっちゃうんで、これを平らにする作業とかね、必要になってくるかもしれませんね。このまま使えるかもしれないしね。これをね、どこをやるかっていうのをね、ちょっと説明しますね。はい、玄関から東側にかけてね、コーキングの打ち替えはね、終わってますね。まあ全部じゃないけどね。ここも終わってて、ここも終わっててね、ちょっとはしごないと届かないとこはまだやってないんだけど、あとサイディングのね、こういうかけ方してたとこはね、カーボンパテ塗ってね、その上から厚付けパテね、塗ってあるんで、あとこれ削ってね、成形しちゃいます。それでぐるっときて、この雨どいの下のね、コーキングはまだ撤去してないんですよ。これ外してからね、やんないとできないんで、ちょっと後回しになっちゃってんだけど、あとこっちはやってやりますね、上までね。で、屋根がさらに高くなっちゃうところのここね、ここはね、こっから上がやってないですね。はしごないと届かないんでね。これははしごね、買うかね、廃墟にもね、はしごあったんでね、それももらっちゃうかもしれませんね。で、ここも終わってますね。ここはね、下にね、こういう段作って、その上にはしごをかけてね、なんとかギリギリ届いたんだけどね、こっち側はね、ちょっと無理っぽかったんでね、はしごを買ってからやります。で、これね、今切ったやつね、どこにやるかっていうとね、あとね、このお風呂場のね、ここ全部カーボンパテ塗ってあるとこね、
全部表面だけ欠けちゃってたんですよ、雨でね。で、あのまだ穴が開いてない状態で他のとこが生きてるんで、カーボンパテでね治ってます。あとこの上から色塗ればね OK です。でね、これね、さっき切ったやつね、やるとこはね、もう木が出ちゃってんですよね。ここなんだけど、こういう感じでね。で、この幅に合わせるためにコーナー部分ね、このコーナー部分いっぱい拾ってきてね、2つに割って、ここの幅がねだいたいぴったりなんですよ。だからこれをここにこう貼ってくって感じになりますね。この腐った部分全部撤去してね。だからこの撤去する作業がね、おそらく相当手間ですね。生きてる部分は硬いんでね、腐ってるとこはねポロポロ取れるんだけどね、ここはねちょっとねパテってわけにいかないんですよ。カーボンパテ高いんでね、こんだけ傷んでて上まで全部腐ってるんでね、パッテでやったら何枚もかかっちゃうんで、これはね全部取り除いてね、このコーキング外してね、釘で打ってあるはずなんで、ここに釘が見えるんでね、ただこのサッシのね中にねこれが入っちゃってるんで、これをどうやってねぶっ壊すかっていうのがね、ちょっと一番悩みどころなんだけどね。まあちょっと力技みたいになっちゃうんだけどね、もうパキンってここなんか突っ込んでバールみたいのでね割ってっちゃうしかないですね。このサッシのこの中にね入ってるんだけども、まっすぐに取っちゃって、コーキングでね止めるっていう感じにするしかないですね、釘で打った後ね。だからこれさっき切ったやつをもう少し幅をね微調整してね、ここに全部こう上まではめ込んでってね、釘で打ち付けて両サイドコーキングで防水っていう感じになりますね。ここね、もともとねこのガラス窓ねなかったんですよ。ここの柱とここの柱がねむき出しになっててね、2階のね部屋増築した時にね、あのアロワナ水槽ね1500の 1.5 メーターの水槽ね、2階に2つ置けるようにね設計してもらってね作ったんですよ。柱太いのね2つ入れてね、でここはね何にもない状態だったんですよ。それがねアロワナ水槽がねポンプ外れて水がね漏れちゃってね、この柱湿っちゃったらね、柱の下がねこの両側ねシロアリに食われちゃってね、で今これ直してあるんだけどね、色だから色が違ってるんだけど、ここはねシロアリに食われても地面から浮いてる感じになっちゃったんですよね。でここ直して、でここをねでっかいサッシね後からつけたんですよ。そのね石膏をした時のね施工方法がおそらくね間違った施工方法だったんだと思うんですよね。大工さんでも腕ある人とない人いるんでね、それでおそらくねこのサッシ周りだけが腐るっていう現象がね起きちゃってると思うんですよね、水が染みてね。だからこのコーナーは生きてるんですよ。このサッシのところに水がね結露とかでね湧き出て、おそらくねこの面だけがね上まで腐ってるんですよね。それをね直すってことでね、これでねやっていくっていう予定です。私もあの大工じゃないんで直す自信ははっきり言ってないんだけど、今までいろんなもん作ってきてね、
建造物のね基本的な構造はね頭に入ってるんでね、みんな同じ大体共通してるんだけどね、セメントとか塗装とか何でもそうなんだけどね、そのやり方でねやっていけばね治るはずなんですよ。何が大変かって言ったら、ここの場合は壊すのが大変ですね。このぐらいいっちゃってればねパキッていけるんだけどね、まだこの辺ちょっと生きてるようなとこはね外すのかなり大変だと思います。上はもうほぼ腐っちゃってるんでね、ガリガリやれば取れちゃうような感じするんだけどね、それが終わったらさっき切ったこれねはめて釘で止めてね、両サイドコーキングって感じですね。まあそんな感じでねやってってね、あともう一箇所思いっきり穴開いちゃってるとかあって、そこはねこの幅じゃ追いつかないんでね、もっとでっかいボードね、例の廃墟ね、さっき言ったらね偶然にもあったんで、もう外全部出してあるんでね、また車で運んでね持ってきますんでね、穴の開いちゃってる壁のとこねぴったりはまるようにまた加工してね、打ち付けて隙間コーキングでやるっていう感じでねやっていきます。それやっちゃわないと色塗れないんでね、これ結局なんで壁壊れるかっていうとね、15年に1回ぐらい塗装しないとね、水吸っちゃってね、溶業系のサイディングってね風化してきちゃうんですよ。その作業をまあ100万以上かかるんでね、ケチったおかげでねこういう壊れ方してきちゃったんですよね。それで自分で今金かけないでね直してるんですよ。10万ぐらいでね全部直しちゃおうかなと思って、ただ体がね言うこと聞かなくてねなかなか進まないんだけど、まあ全部できればね90万ぐらい予算浮きますんでね、いろいろ知恵をね振り絞って廃棄物かき集めてねやってます。もしこういう直し方ね興味のある方はねぜひまたチャンネル登録してね見てください。少しずつやってきます。まあそんな感じでね今日はね終わっていきたいと思います。それではね、また次回をね、お楽しみに。それでは、また。